長瀬京さんは、大正、昭和戦前期に、京都市を中心に活動した、建築家。京都帝国大学の英然に在籍していたことから、京都大学に多くの作品を残している。1877年、現在の愛知県田原市に生まれる。祖父は、田原藩国元画廊の鈴木渡太夫で、父、長瀬誉れの代から、長瀬姓を名乗った。 共産の名前は、論語白編の、不徳、中高しかも値の、必ずなり強権か、教者新種、憲法書二目なりに由来している。1906年10月、東京帝国大学建築学科を卒業、下田菊太郎の事務所を経て、立野、片岡設計事務所で働く。1909年3月に、京都帝国大学建築部に入り、山本治平の下で、 大学施設の建築を手掛けた。1919年10月、在任中に死去した山本の後を継ぎ、建築部長となる。以後、1929年1月に退職するまでの10年間、京都帝国大学の永前組織を引き、拡大を続ける大学施設の建設を手掛けた。大学外では、福井県鶴ヶ市の大和田銀行本店などを設計している。 傍ら、京都帝国大学工学部、京都高等工芸学校講師として、更新の指導に当たった。京都帝国大学永前課長退職後の1935年には、京都工学校校長となり、1945年まで、その職にあった。1955年死去、京都高等工芸学校講師となる。ありがとうございます。